あれ、見ろ。なあなあ、町のビューティーさん、一攫千金のチャンスだよ。応募資格はそのルックス。あなたが持つ美貌で稼いでみませんか。ほら、素通りすんな。子供はあっち向いてて。はい、お見合さいでねっと。ウォールマーケットの豪邸で悠々自適な暮らしが。もしかしてコルネオのお嫁さん探し。あなたは何、推薦人。あった、話が早い。俺は推薦人の助手。仲良くしといて損はない。何するの、話しなさい。悪いよね。子供舐めるな。アンド、私は子供じゃない。それに私だってビューティーだ。はっ、まずいことになったぞ、ビューティーガール。お望み通り、子供扱いはおしまいだ。意外と頑張るな。この影を舐められたら終わりよ。兄貴、兄貴、とんでもないビューティーを確保しました。本当か。こう、こう、そんでもって、こうよ。姉ちゃんたち、ごめんな。俺、妥協しすぎだった。行くぞ。あらよ。ドン・コルネオの手下よ。甘い言葉で女の子を騙してウォールマーケットのお屋敷に連れて行くの。コルネオの屋敷を見たよ。悪趣味なのは建物だけじゃないんだな。あら、その詳しい。敵情視察の一環だよ。ここが指定された ID の受け渡し場所。誰が来るの。さあ、前は偽造職人みたいな先輩がいたけど、分派の方に行っちゃったの。だから今回は別の偽造屋に頼んだ。ねえねえ、あの人どうしたの。魔鋼中毒、ソルジャーのあり損ない、あるいは慣れの果てだという者もいる。どっちにしても神羅の犠牲者だ。また死んだか、死んだめ。死んだにクレームを入れるならこれが必要かもな。上への越境用 ID だ。列車の中でスキャンされるから肌身離さず持ってろよ。ありがとね。ちょっと待って、食べてみて。おいしいよ。固っ。みんな軟弱だね。じゃあアジトへ戻ってジージャを待とう。ID が揃ったらいよいよ作戦開始。先輩、ん、魔鋼炉が爆破されて町の状況は一変。ナヨたちに協力してもらって警備状況だけでも把握しておかないと。うん、